ていいですか。いいですか。さあ、それでは改めまして、高津監督よりファンの皆様へご挨拶よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。本日は私の44回目の誕生日、石川と同級生の44回目の誕生日にたくさんおいでいただきましてありがとうございます。55歳になりました。本当にたくさんの方、今年のガイアスタンドまで、入場していただき、今年不甲斐ない成績ではありましたけれども、今年コーチ最後皆さんと一緒に、楽しめたことがすごく嬉しく思っております。来年勝って反省するところはたくさんありますけれども、塩見選手が盗塁一つに終わったというところが一番じゃないかなと。トリプルスリーを目指しますと言ってスタートして、盗塁があと29個足りませんでした。で、来年の目標は三冠王らしいです。塩見選手よろしくお願いします。頑張ってください。あと、ヘルメットかぶった胸のそっくりさん、どこですか。もう一回見せる。どっち、もう一回見たい。おお、ちょっとおいでよ。おいでよ、されよ、監督。いいね。ちょっと4番っぽく来て、4番っぽく。意外と怖がり。マイタイム流してたよ。マイタイム流しちゃったよ。何やってんだよ、ね、最高の笑顔です。すげえな。三冠王を取ります。後ろ姿してるな。本当だよ。気合たっぷりだね。ありがとうございました。またこれから、寒い時期が始まり、来年の2月のキャンプ、そして3月30日、ここ神宮球場で、ドラゴンズを迎えて、開幕します。少し時間は空きますけれども、僕たちもしっかり鍛え直して、強い心、強い体、そして強いチームに作り直して、また2024年頑張っていきたいと思います。皆さんもどうかお体に気をつけて、また楽しく素晴らしい神宮球場でありますように、そしてたくさんの方が球場に足を運んでいただける試合ができるように、我々も頑張っていきたいと思います。最後に無茶ぶり、やっぱりやっとかなきゃいけないんじゃないかなと思って。塩見だろ。え、塩見大都会。塩見歌えんの。監督ひどすぎね。お前大都会も歌えんの。誰かいますか、無茶ぶりで。誰か話聞きたい人。誰誰がいいですか。塩見です。大都会行こうか。最後に三冠王。三冠王。いや、かわいそうすぎる。あいつ青木にまで三冠王って言われたかな。本日は皆さん、寒い中足を運んでいただきありがとうございます。
三冠王になるために、ライバルが2人出現してしまったので、なんとか僕が三冠を取れるように来年は怪我なく頑張っていきたいと思います。今日はありがとうございました。誰だ本当に。ちょっと挨拶が上手くなってちょっと残念な部分もありますけれども、また来年一生懸命頑張りますので、皆さんもお体に気をつけて、また来年3月30日、コーチング球場で会いましょう。1年間応援ありがとうございました。そして寒い中今日神宮にお越しいただきまして本当にありがとうございました。また来年お会いしましょう。ありがとうございました。高津監督ありがとうございました。それでは以上をもちまして東京ヤクルトスワローズファン感謝デー2023プレゼンティブバイマイナビ全てのプログラムを終了いたします。スワローズファンの皆様1年間温かいご声援ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れさん1年間今日は